ダニエル・リカルドはメキシコ GP で実力を発揮したが、13位フィニッシュはサンパウロでの驚異的な走りに影を落とした。このオーストラリア人ドライバーは全く注目されなかった史上最高の走りを見せた。ダニエルは衝突後に車を修理した後、ピットレーンからレースをスタートした。この衝突にはアレックス・ワルボンとケビン・マグヌッセンが巻き込まれたが、リカルドのレースにも影響が及んだ。タイヤが飛んで、 リカルドのリアウィングに当たる様子が見られた。このため、ドライバーはピットインし、車を修理することになった。それにもかかわらず、これは、リカルドが素晴らしいことをするのを止めなかった。彼は、すべてのドライバーより一周遅れだったが、ラップタイムによれば、トップ5ドライバーに入ると見られていた。角田裕希が、チームに、多くのポイントをもたらしたが、角田と比較したリカルドのラップタイムに注目が集まった。彼は、 フィールド上で最速のドライバーの一人であり、最速ラップの一つは1.13秒だった。一方、角田裕樹選手は最速1.14秒を記録した。それにもかかわらず、アルファタウリのチームは、リカルドによると不十分なルールのため、リカルドのトップ5での走りからアドバンテージを得るのに苦労した。ダニエル・リカルドは、メキシコ GP での活躍を称賛された。ドライバーは、ルイス・ハミルトンを後ろに残すことができ、 予選4位となった。ドライバーは、マックス・フェルスタッペンのすぐ後ろで、レース出場権を獲得した。これは、アルファタウリにとって、いい結果を残すための最初の素晴らしい予選結果でもある。アルファタウリチームは、角田裕樹が1ポイントずつ勝ち取ってきたが、ダニエル・リカルドが、チームのシナリオを完全に変えた。素晴らしい予選の後、リカルドは、4位を7位に変えた。これは、彼が、 いくつかの素晴らしいポイントを獲得するのに貢献しただけでなく、アルファタウリチームが、2つの順位を上げるのにも役立った。コンストラクターズチャンピオンシップの終盤でぶら下がった後、彼らは、アルファロメオとハースを上回る2つのポジションを獲得した。コメント、7時間前に上げられたニュースです。要は、リカルドを上げようとする記事でしょう。リカルドが13位だったが、その走りは、トップ5ドライバーに入ると見られていた。とか、 最速ラップが角田裕樹選手を上回ったとか、リカルド上げの話ばかり。途中でメキシコ GP に代わり活躍したと。メキシコは関係ないでしょう。何ですかね。負けを認めたくないのでしょうね。